日産、シルフィ、シルフィ、シルフィは日産自動車のセダン型乗用車である。初代と2代目は日本国内においてはブルーバードシルフィ、ブルーバードシルフィの名で生産、販売した。初代 G10 型は東南アジアなどでは B14 型サニーのモデルチェンジ版としてサニー、またはセントラの名で販売され、韓国ではルノーサムスに SM3、 SM3CE 並びにその OEM 版であるルノースラとしてライセンス生産されていた。二代目 G11 型は日本ではブルーバードシルフィ、中国ではシルフィ、後にシルフィクラシック、台湾ではブルーバード、ロシアではアルメーラとして各地で販売、生産されていた、されていい。また、東風儀社のブランド、風神では内外装を大幅に改良した上で、 a 六十の名で、現在も販売されている。三代目 b 十七型は、主として、北米向けのセントラ並びに、ブルーバードシルフィ、シルフィ、ティーダラティオが統合する形で販売され、市場によって、複数の社名を名乗る。二千年八月に、ブルーバードシルフィとして、初代 g 1型が発売。既存の B15 型、九代目サニーをもに開発され、それまでの、 パルサー、プレセアとの統一後継車種としての位置づけで場した。ブルーバードの名があるが2001年8月まではブルーバード10代目と波売りされていた。G10 型シルフィはブルーバードの名が入る車としては11代目となる。このモデルは当時のガソリン車としては驚異的な排出ガス低減性能を誇った。2005年12月にはフルモデルチェンジで G11 型となり、5ナンバーサイズをキープしながらも大型化を図った。先代モデルの不評点であった、室内空間の狭さを克服し、L サイズセダンにも劣らない、室内空間を実現した。ライバルは、トヨタプレミオ、コロナの後継者であり、ボディサイズもホイールベースも同様となり、1960年代から1970年代に、しのぎを削ったライバル関係が復活している。 2012年12月のフルモデルチェンジでは従来以上に世界戦略者としての使命が与えられたため、ついに全幅が 1700mm を超え、3アンバーサイズへと進化。同時に、同一ボディのまま、北米市場やアジア、オセアニア市場等、世界各国で販売されることとなった。形式もそれまでの G1 型から、サニーやセントラの流れを組む B1 型に編入され、 B17 型を名乗ることになった。日本市場においては、ブルーバードの名が外れ、単にシルフィを名乗ることになったのも、この方からである。日産車のチューニングを得意とする星のインパルでは、シルフィは地味だけどきっちりと、真面目に作られた車。なかなかの実力だし、インパルのコンプリートで渋く乗ってもらいたいいう星の、数吉の提案で、G11 型をベースに、 かつてのブルーバードのスポーツグレード SSS-3S をモチーフにしたインペルブルーバード SSS を開発発売している部品のみならず過去には完成車両としての販売も行っていた同車両は仕様によっては外装のみならずエンジンや足回りにまで手が加えられる本格的なものとなっているこの流れは時代 B17 型にも継承されインペルシルフィーとして エアロパーツも用意されている。内は、初代ブルーバードからの合算。顧客層のターゲットを子育てを終了した、ポストファミリー層、具体的には40から55歳のミドルエイジに設定した2000年当時ため、内外層は、同社の B15 型サニー同様、非常に保守的なデザインをとっている。このため、中級者には珍しく黒塗りの公用車、車用車仕様も存在する。 搭載するエンジンはすべて直列4、気筒 d o h c ガソリンエンジンであり、直噴の QR20DD 型、北米向け、セントラ CA と同じ QG18D 型、そして、QG15D 型の3機種。4WD 車には、QG18D 型が搭載される。車名こそ、ブルーバードの名が付くが、当初は、消滅が決定していたパルサーに変わる。 ラインナップ拡充作として、サニーがベースのブルーステージ1000倍新規車種という形で開発されていた。その一方で U14 型で主要メカニズムを共用したプリメイラの大型化、D セグメントへの移行と同時にブルーバードの開発は凍結。しかし、販売サイドや顧客からはブルーバード廃止の反対意見が多く、やむなく新規車種にその名を当てることとなった。 そうした経緯からエンジンの排気量も先代のブルーバードと同じ 1800cc クラスをメインストリームとしたものの車体はサニーなどに用いられる MS プラットフォームを採用し N16 型アルメイラをベースに前後のデザインを上級車種であるセフィーロに似せたもので車体寸法は一つ下のクラスのものとして設計されている D セグメントだった従来のブルーバードから見ると C セグメントに車角がダウンしたことになる。ホイールベースもサニーと同じであるシルフィは、車格やそのホイールベースの短さ 2.535mm に起因する室内空間の狭さが要因となり大ヒットとはならなかったが、排ガス性能の高さや上質さを誇示したことによりこの当時の日産セダンの中では比較的堅調な売れ行きを示した。 シート及びドアトリムの生地のイメージは屏風をイメージして設計された。発売当初はセカンドネームのシルフィを強調するエンブレムが後部に取り付けられていたが2001年8月のマイナーチェンジでブルーバードとシルフィの文字が同じ大きさとなり2003年2月のマイナーチェンジでブルーバードの文字が大きくなった。1.8リットルに WD の排出ガス性能は 当時のガソリン車としては突出して高く、炭化水素、脳の排出量は平成12年規制75%低減レベルのさらに半分であった。さらに、シルフィと同型の1.8リットルエンジンを搭載する北米仕様、セントラ CA はカリフォルニア州で最も厳しい排ガス基準であるアブジー基準で電気自動車と同等の認定を受けており、 シルフィについてもそれと同程度の排出ガス性能を実現した。また、1.8リットルエンジン搭載車については、当時のハイブリッドカーよりも高い排出ガス性能を誇り、都市部で走行した場合の排出ガスはその空気よりも綺麗なほどであった。タイでは、ブルーバードシルフィをサニーネオ、サニーネオの名称で販売していた。日本仕様との違いとして、 フロントマスクヘッドライトのデザインが大幅に変更されている。なおリアデザインは後期型シルフィと共通となっている。中国仕様のサニー陽光のデザインはブルーバードシルフィ前期型と同一であったが、後にマイナーチェンジによりサニーネオと同一のデザインとなった。マレーシアや台湾ではセントラの名称で販売されていた。オーストラリアではパルサー。 パルサーの名称で販売していた。日本仕様との違いとして、フロントグリルやバンパー、リアコンビネーションレンズのレイアウトが変更されているが、リアデザインは前後期ともシルフィとほぼ共通となっている。上述の通り、韓国、ルノーサムスン自動車が初代をベースに開発、生産したモデル。前期モデルは細部を除いて、ベース車とほぼ同じだが、後期モデルは別モデルと見まがうほど、 アウターパネルが幅に変更されている。後に、日産、アルメーラクラシックとしてロシアなどにも輸出された。初代ルノースからは、ルノーサムスン SM3 の後期モデルを新興国向けにリバージュされて販売されたものであり、メカニズムも含めて SM3 との異は、ほとんどない。ティアナ、ティーダに続く、日産モダンリビングコンセプト第3弾であり、 モダンリビングコンセプトを歌う商品としては、最後のモデルとして、ティアノの発売後、ティーダーの開発終了前に開発が開始された。グランドピアノをモチーフとしたダッシュボードや、日産が S モーションと呼ぶ S 字曲線を全体に取り入れた、エクステリア、シェルシェープデザインと呼ばれる、2枚以外が口を開いた、形をイメージしたというシート形状などが採用される。また、給油口は、 他のアライアンスプラットフォーム採用者同様に、右側とな、月間販売目標台数は3000台と発表されている。プラットフォームには B プラットフォームが採用されるが、それに伴って PCD も先代の114.3、4H から 104H に変更。フルシーセグメント級の社格に相当するにもかかわらず、マーチなどと共通のプラットフォームを用いたのは、 日産がプラットフォームの使い分けの基準を主に重量や荷重としているためである。なお、フロアパネルの一部やサスペンションの構成パーツであるスプリング、ダンパー、ブッシュなど以外は基本的に他の B プラットフォーム採用者との共通部品となっている。しかし、サスペンション周りやトランク開口部の強化により B プラットフォーム採用者の中ではボディ剛性が最も高く、 文字利、合成については、同社の高級車、風が並みとした。また、ショックアブソーバーには、ティーダにも採用された、リップルコントロールや、リバウンドスプリングのほか、新たに、プリロード付きダンパーバルブが採用され、走行安定性を向上させた。全長を大幅に延長し、先代モデルと比べ、ホイールベースを 165mm 延長したことで、 先代の不評点であった室内の狭さを克服しただけではなく圧倒的な室内空間を確保することに成功した。想定ユーザーは主に40代の女性とされ2005年当時家庭での車選びで発言力の強い40代の女性に受ける要高級感のあるデザインの内外装とシーマ以上の脚部スペースを持った後部座席など 室内の広さを重視した作りとなっている一方で、センターコンソールはハンドバッグがそのまま入る、超大型とし、付属のリットが180度回転して、鉱石用テーブルとしても使用できる、スーパーマルチコンソールや、オートドライビングポジション機構付けの運転席、パワーシート、プラズマクラスター内蔵のインテリジェントオートエアコン、アクティブ AFS 付キセノンヘッドランプ、 カーテンシールドエアバッグなど女性と安全にきめ細かく配慮したアイテムを盛り込んだ。また、従来のベースグレードであった1.8リットルエンジンを積むものが廃止され、2リットルの MR20 でと1.5リットルの HR15 での2種類のエンジンを積み、トランスミッションは2リットルが、ジアトコ製エクストロニック CTE-4WD を含む1.5リットルには、 フルレンジ電子制御4速オートマチック E8X が採用された。同じく、コンパクトセダンクラスに属していたシビックは、衝突安全性と室内幅を両立するために3ナンバーサイズのミドルセダンクラスへと移行したが、シルフィもミドルクラスへ移行しつつも、3ナンバーサイズに対して、日本の狭いな道路では運転しにくいというイメージを抱く、顧客層が少なくない観点から、 5ナンバーーサイズをキープした。日本と台湾においては2012年、2013年に、それぞれ生産、販売が終了しているが、2018年8月現在、中国市場においては、シルフィクラシック、堅一経典の名で、ロシア市場においては、アルメーラ、形式は B11 の名で、それぞれ販売が続けられている。また、東風日産詐者のパートナーである。 東風儀車においては、シルフィークラシックとは別に内外装の一部を独自にアレンジした自社ブランド社、風神 A60 として販売されている。先代から延長したホイールベースとプラットフォームのフロントのレイアウトを非常にタイトとするという特性を生かし、室内空間を大幅に拡大した。その功績、ニールームは同一、ホイールベースのトヨタプレミを アリオンよりも 70mm 以上広く、仙台シルフィよりも 141mm 長い。さらに、レックスペースは、同社の最上級車であるプレジデントや、シーマ、さらに当時販売されていた、トヨタの高級車セルシオをも凌ぐため、日産のセダンとしては風ーウガに次ぐ鉱石スペースを持ち、ただし全席については、プラットフォームの性質上フットスペースなどが、若干狭くなっている。また、 室内項については、目線を下げて、車内でのコミュニケーションが行える、要、1クラス下の T ダラティオや T ダよりも、低めに設定された。グレードには、ベースグレードの 20S、中間グレードの 20M、オートドライビングポジションシート等が、標準装備される、最上級グレードの 20G、エコノミーグレードで、より低燃費の HR15 でを搭載する。 15S があり、4輪駆動モデルのみの 1.5L、15M4 も存在する。オーテックジャパン扱い特別使用車のアクシスは、FF2L の 20S をベースとするが、本革シート、専用デザインのクロームグリル、フロントバンパープロテクタ、専用衣装の16インチアルミホイール、専用衣装のセンタークラスター等が、専用装備として備として備わる。また、助手席、 バニティミラーや運転席シートバックポケット、アイボリーメーターなど 20M 以上につく装備も一部特別に装着しており、ベースグレードにはない運転席、パワーシート装着車も設定する。さらに前期型には法人向けグレード、ブロアムも用意された。このグレード名称は旧、セドリック、グロリアの上級グレードの名称であり、当初ブロアムは現行。 Y31 型セドリック営業車に代わり、法人向けの送迎用、および法人タクシー用に販売されるものとみられたが、主に法人向けの車用車に販売され、一方、中型タクシー用に、セドリック営業車の販売が継続されている。また、ブロアムには専用の、ブロアムエンブレムや、カッパークリア塗装フロントグリルトランクフィニッシャー、シャンパンゴールド塗装15インチフルホイールカバー、 純正装着サイズのテンパータイヤが採用された。なお、アクシス、グロアムともに、日本市場専用設定である。2012年4月に平均モーターショーにて発表された。北米市場へは、セントラ、オーストラリア市場へは、パルサーセダン、台湾市場には、スーパーセントラ、セントラヤロなの,ので、それぞれ導入される。外寸は、全長 4615mm、 全幅 1760mm、全高 1495mm と、特に全幅は拡大されたが、引き続き B プラットフォームを採用しているため、ホイールベース長 2700mm と、ボディ右側に設置される、フューエルリットは、先代から普遍である。エンジンは、新開発のマラ 8D 型1.8リットルが、搭載される。なお、日本へは、同年12月5日より、 販売開始。2012年7月19日に世界に先駆け、中国市場での販売が開始されたが、従来の G11 型、県一、京天も1.6リットル車のみが、継続販売される。2012年8月30日には、太陽国にて販売が開始された。エンジンは1.6リットルと1.8リットル、トランスミッションは1.6リットル車の、 サイレンカグレードに5足 MT が搭載されるほかは、すべて CVT となる。なお、タイムケシルフィは、後席中央ヘッドレストが省かれている。日本使用者については、2012年10月5日の新型ラキオ発表の席で同年末に、日本でも発売することが発表された。そして2012年12月5日に、日本市場での販売開始。 日本使用車では1.8リットルに WDCVT 車のみの設定となっており、ベースグレードの S、中間グレードの X、上級グレードの G の3グレードが設定され、合わせて、オーテックジャパンからは、副車用、ライフケアビークルのラインナップに、X 助手席回転シートが追加されている。また、日本市場での想定ユーザーは、格下のラティオ同様、 70歳以上の男性とされ、月板台数は600台を目標、発表当時としている。生産は追浜工場で行われる。2015年1月22日には特別使用車、ジールグラムを発売。ジーをベースに専用のブラック本革シートと合皮ドアトリム16インチ切削後期アルミホイールを装備したもの。同時に、 ベース車のボディカラー変更が行われ、サファイアブラックパールが廃止になり、新たにスーパーブラックが追加された。2015年8月24日には、特別使用車、S ツーリングを発売。XO ベースに、専用のフロントエアロバンパー、メッキホグランプフィニッシャー付け、リアエアロバンパー、サイドシールプロテクター、リアスポイラー、グロスブラックのフロントグリルを装備し、 専用エンブレムと16インチ切削後期、アルミホイールに加えて、キセノンヘッドランプ標準装備。内容的には、エンブレムとアルミホイール以外のすべてが、台湾向け、セントライアロと同一内容となる。なお、本社は、持ち込み登録で、オーテックジャパン扱いである。なお、日本仕様は2018年12月現在、2012年12月の、 販売開始から6年以上経過しているものの、一度もマイナーチェンジ等の一部改良を実施したことがなく、依然としてエコカー減税制度や衝突被害軽減ブレーキシステム、ASV 等への対応も発売当初から全く未対応のままである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。